はい、というわけでですね、今回はひろゆきさんに人生相談をさせていただくという企画なんですけども、今回の相談者の方はもっちゃんさんです。簡単に自己紹介の方をお願いします。映画の感想とか考察とかを紹介するチャンネルをやっている YouTuber のもっちゃんと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回まあ相談したいというのが、いわゆるちょっとネオニート的な生き方を今していて、若干将来が不安というか、自分が自由に生きすぎて大丈夫かなっていうのがあって。ちなみになんですけど、ネオニートの定義は視聴者の方は分からないと思うので、もっちゃんさんからちょっと軽くお伺いしたいんですけど、なんだろうね、収入がある程度あるニートみたいな感じなのかな。働いてんだからニートじゃないじゃん厳密にはフリーランスだよ。あ、なるほど。キャッチだからネオニートっていうのは使ってるってことです。ちょっとベンチャーで働いてた時期もあるんですけど、ほぼ新卒で YouTuber になってここまで来たみたいな感じで、今 YouTube だけで生計を立てるってとこはできてなくて、他の仕事も掛け持ちしながらやっているようなところがあるんですけど、あんまり今自分が頑張ってないんですよね。目標はあるんですかみたいなの聞かれるんですけど、その時々で自分がやりたいことをやりますみたいに答えてて、もともとは YouTuber でどんどん登録者を増やしたいみたいなのがあって頑張ってたんですけど、冷静に考えたら登録者がそんなにいて何になるんだろうみたいなことを考え始めて、そういうの別にいいかなと思ったら、自分が心地よい範囲でしか動画も出さなくなって。映画の考察はじゃあ別に楽しくてやってたわけじゃないんですか？いや、映画を見ることは好きなんですけど、それを言語化して動画にするっていうのはやらなきゃって思ってやるみたいなところもあるんですよ。別にやりたくないんですね。そういうことになってしまうんですかね。やりがいは感じてるんですよ、まあ、その動画を出して視聴者の人から反応があったり再生数が伸びたり、その動画を見て映画を見に行きましたって言ってくれる人がいたりっていうところにやりがい自体は感じてるんですよね。例えばその YouTube の映画を解説するとか考察をするっていうので月に20万ぐらい入るようになったら、今やってるバイトとか全部やめてもそれだけで暮らしても全然幸せですか？そうなのかな。あ、結構微妙と。やりがいは感じるけど、これをずっとやりたいかっていうと別にそこまでやりたいわけじゃないよねみたいな。今はでもやりたいとは思ってますが、ずっと死ぬまでやってるのかっていうと自信ないですね。ブログで文章で書くとかじゃなくて顔出しで映像でやるっていうのは自分の顔を知られたいみたいなのがあるんですか？文章だと届かないような若い人たちに届いたりとかするので、そういう意味で意義は感じてますね。感じで多くの人に見てもらえるから映像の方がいいよねっていう。そうですね。 YouTube もともと見てて楽しそうだなっていうのがあったので、なんとなく始めてみたっていうのがスタートです。始めたら想像してたように楽しかったんですか？そうですね。今はただそんなに楽しくないが増えてできたと。そうかもしれないです。すげえうまくいって儲かってたらそんなこと考えないんですよ。そう、映画見ました、映画の感想を言いました、1本の動画で50万円入りますとかになったら喜んで喋って動画上げて50万円ウハウハってなるじゃないですか。なりますね。制作行為そのもののプラスアルファがなくなっちゃったんですよね。制作行為そのものはずっとやってきたことだからもうだんだん飽きてきたと。今どれぐらいの頻度で動画上げてます？週1ぐらいです。ってことは別にフルタイムの仕事しながらでもできるんですね。できますね。もちろんさ、最近何してるんですか？YouTube 以外は。 YouTube の裏方の仕事をしてます。お金がちょっと足りなかったっていうのもありますし、自分の技能が活かせるところで仕事できたらいいなっていうのがあったら、たまたま知り合いからそういう仕事を紹介してもらったのでそれをやってるって感じ。じゃあ普通にバイトするよりはいい時給でもらえてるんですか？そうですね。っていうのもあって、そっちはそっちで楽しく働いてはいるんですよね。ちゃんと才能と成果を出してるのであれば収入は増えていくんじゃないかなと思うんですよね。自分がやりたい方向と違うんだったら別の方向に行けばいいと思うんですけど、なんとなくその映像周りの仕事してて自分の評価が上がって接点で割と有名な人とかがちょこちょこ会うようになるじゃないですか、うん、その人で知られるようになって運良かったらその仲良くなってコラボみたいなのもあるので、バイトとしてやっててもちゃんとコネなりお金なりが先につながる形で働いてるんだったら全然いいんじゃないかなと思いますけどね、うん、例えばその正社員でルート営業しかなくて基本売上上がりませんみたいな会社ってずっといてもスキルも増えないし自分の知り合いとかコネも増えないので、5年働いても別にあんまりスキル手に入らないっていう状態になるので、別に今のフリーランスでも面白いことができてお金が入るんだったらいいんじゃないかなと思いましたけど。
まちゃんさんはどういう時に不安になるんですか？同じ大学の同期とかどんどん結婚したりとか就職してすごい安定した生活を送ってるから、そういうのと比べた時に不安はありますね。ひろゆきさんって周りと比べたりってします？僕がどうこうというよりもっちゃんが比べてる対象が間違ってる気がするんですよね。その同じ大学の同期の人と比べてるじゃないですか。でその大学の同期の人だと、まあ普通に就職しましたってなるとそこそこ名の知れたところで安定した企業になって、その学歴でそこそこ安定してたらそりゃ引く手あまたで結婚もできるよねって至極当たり前じゃないですか。ただ日本人一般で考えるとさ、20代ですっていうので結婚してる人ってほぼいないわけですよ。今ってあの日本人の平均の結婚って30代間近だったりするので、なんで別に結婚してないのは当たり前だし、じゃあその名のある企業で働いてない人の方が当たり前じゃないですか。普通になったっていうだけだと思うんですよね。もともとは学歴みたいなので下駄を履いてエリート街道を動いてたと思うんですけど、でもそこでこう下駄を外してみて一般の日本人と同じレベルってなってみると、あれあれ上の方のエリートの生活とは違うぞってなったっていう現実になったと思うんですけど、ただそれが普通だと思うの でそれを望んでそこの普通の生活に来たんだから、そこまで困る必要ないんじゃないかなと。むしろ普通の友達を相手にすればいいんじゃないかなと思いましたけど。どうですか？確かに自分の中にエリートへのコンプレックスがあります。そうっすよね。エリート街道戻りたかったら戻ればいいと思うんですよ。ちょっと遠回りしましたけど、その今の学歴でじゃあ名のある企業とかサイバーエージェントとかって申し込めば受かる可能性あるじゃないですか。そしたら普通に名のある企業に入った学歴のある女の人っていうエリートコースにすぐ戻れるんで。それちょっと今思ったのが、特別になりたいみたいな気持ちがきっとあって、どっかの会社に入って一エリートっていうのとは違った YouTuber として特別になりたいみたいな気持ちが暴走してるのかなと思うこともあるんですよ。あ、でもそうじゃないですか。多分地元だとあの大学入ったんだってチヤホヤされますけど、その同じ大学入っちゃうとみんな一緒だしっていうので、じゃあそうじゃない形っていうのを模索して、その自分自身が評価されるものっていうのを YouTuber みたいなの始めたっていうのだと思うんですけど、であればやっぱり多分自分自身を売りにしていくっていうのをやらないと、どっかの組織に入った時点で自分自身が売りになってないよね、要は替えの利く人材だよねっていうところ変わんないと思うんですよ。なので積極的にコネを増やして、まあ、YouTube でもブログでもインスタグラムでもいいんですけど、コンテンツを自分の名前で出し続けるっていうのをやるのと、出し続けでも基本見てもらえないんですよね、よほど面白い人じゃないと。なので大体の人ってコラボで YouTube 登録者数増やすじゃないですか。なんか YouTuber で有名な人も大体コラボしてるんですよ。なので自分も以上 YouTube やってますっていうので、登録者数少ない人同士のコラボから始めて、ワンチャン上の人だったりとか、その YouTube やってないけど結構有名な知り合いとかで仲良くなったら出てもらうとかっていうので、その自分のチャンネルに登録者数が1人でも2人でもこう毎日増やすっていうのため何をすればいいかっていうのを考えて、どういう国やればいいんじゃないかなと思います。結婚したかったら出会い系サイトとか行きゃいいじゃないですか。出会い系アプリ入れたんですけど1ヶ月で消しちゃったんですよ。その消した理由は、出会い系アプリをやってるとすごく人の嫌なところを見つけて、あ、この人はないなっていう省いていく作業をすることになるんですけど、それがすごいなんか自分が性格がどんどん悪くなってるような気がして、いい人嫌だなと思ったのと、メッセージとかめんどくさいですよね。しゅんくんやったことありますか？ありますね。ただ僕も続かなかったですね。そうなんですよね。なんか相手に興味を持つ前にメッセージのやり取りをしなきゃいけないっていうのも辛いし、それを友達に話したら仕事だと思ってやるんだよって言われたんですけど、ひろゆきさんは奥さんとどういう感じでこの女性だってなったんですか？この女性だはなってないですけど、飲み会で知り合ってやり取りをするようになって、飯食いに行って手出したみたいな、そんな感じですね。すごいステップアップ。引き続き悩みがあったら教えていただけたらなと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。